ホークスベイ地震は1931年2月3日10時47分頃、ニュージーランド北島中部のホークスベイ地方の直下を震源として発生したマグニチュード7.8の大地震である。この地震はニュージーランド史上最大の被害を出し、258人が死亡した。特にネーピアは壊滅的な被害を受けた。この地震で地盤が最大4メートル上昇し、 沼地が工作地や住宅地として利用可能となった。同地では海岸沿いの弱い地盤上に市街地があり、全体の3分の2の建物が被災した。火災も発生し、オフィスなどが並ぶ中心市街地は消失した。市街地の復興は当時の建築衣装の流行であったアールデコ様式で統一して行われ、再建委員会の主導により都心街路の拡充。 電線や下水口の地下埋設、ブロックごとの建物やデザインの共同化及び耐震補強などが先進的な活動がなされ、現在世界で有数の最も R デコ様式の建築物がまとまって残っている町となって、その個性的で優れた都市景観は現在では文化遺産となっている。津波ホーク SBM マーチェンシーマネージメントグループ。 www.hbmergency.govt.nz.2019 e 年1月29日閲覧。AB 仏教大学文学部上村吉九1931年ホークスベイ地震の被害と復興にエピアの事例マイナス。歴史地震第23号43から50ページ。 http://www.histeq.jp:/kaishi23-23043pdf1931 年ホークスベイ地震によるヘースティングスの被害と復興過程シニア2020年11月15日閲覧 AB ニュージーランドホークスベイ地震災害カレンダーヤフー天気災害 2020年11月15日閲覧。上村義博京都歴史災害研究第14号。http コロンスラッシュスラッシュ R-dmuch.jp ダッシュスラッシュ jp スラッシュリザルツスラッシュディザスタースラッシュデシリットルファイルズ。14号。141。pdf。ありがとうございます。